どうもチョロです。ポケガの PVP の動画を上げております、今回はですね、ハガネールギラティナアクレセリアっていうパーティーでハイパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がデンチュラですね。まあ、これ圧倒的に有利な対面なんで、まあ、どんどん押していくんですけれども、まあ、引き先がフアライドということで、これ追えないですね。まあ、追えないので、どうしようかなって感じではあるんですが、まあ、とりあえずドラゴンテールじゃない、ワイドブレーカーで、相手の攻撃力下げながら戦っていこうと思うんですけれども、まあ、ただ相手も凍える風とか、ちょっとあれですよね、攻撃力下げてきますよね。うん、ただでさえね、火力のない、なんだ、ハガネールをヘロヘロにされると、まあ、ちょっと厳しいかなって感じはあるんですが、まあ、とりあえずシールド貼ってって、まあ、ここ貼っておけば、まあ、初手がデンチュラということでね、まあ、割と戦いやすいかなってことでそうしたんですけれども、どうだったんだろうな。うん、で、まあ、ここでね、サイコファングって言ったんですが、これぶっちゃけね、サイコファング打つ必要なかったっすね。ワイドブレーカーで攻撃力下げて、受けるダメージを減らしながら、相手を削っていくってやった方が、まあ、よかったです。どちらにしろこれ勝ちきれると思うので、ちょっとこれ失敗しましたね。別に相手の耐久力下げる必要なくて、攻撃力下げた方が、剥がれるような体力残すことできたんで、これちょっと失敗したかなと思います。で、まあ、そう言いながらもね、とりあえずまあ、勝ちきれることは勝ちきれそうなんですけれども、ただまあ、どうだろうな、相手のラストが、そうだな、あれだな、月光河とか言ったらちょっと嫌だなと思ったんですが、出てきたのが月光河で、これ、あれですね、嫌ですね、先にこれ、ハイドロカノン打たれちゃいますもんね。かといって、ここでシールを貼ってしまうと、月光河倒す術がなくなってしまうので、うん。まあ、相当きついんですけれども、どうしようかな、これ。もうクレセリアでシールを剥がしに行く感じにしようかな。で、相手が、デンチュラに引いてきたので、まあ、ギラティナ合わせていったんですけれども、まあ、対面自体はね、すごく有利なんですけれども、月光河を倒すのがちょっと厳しくなってきたなって感じではありますね。これ、飛びかかられちゃうんでね、攻撃力どんどん落ちるじゃないですか。うん。で、まあ、ドラゴンクロが唯一、ね、回転早く、まあ、そこそこ相手にダメージ与えられる技なんで、まあ、もちろんね、ムーンフォースなりに、草結びなり入れることができればね、月光がひとたまりないっていうか、まあ、結構削れるんですけれども、とはいえですよね、なんだ、相手の方が回転が早いんで、筋切りでガンガンやられちゃいますもんね。うん、なんか圧倒的有利なタイミングだったんですけれども、ちょっと厳しくなりましたね。もう月光が一匹で、もうほぼ半壊させられちゃうかなって感じは、まあ、若干してるんですけれども、どうしようかな、これ。まあ、でも、リセットしないとまずいよな。多分、ドラゴンクローの火力を。うん。なるね。まあ、この、なんだ、飛びかかるマンを倒したら、あれっすね、クレセリアでなんとかするしかないのかなって感じはありますね。まあ、幸いなことにクレセリアは多分シールド2枚は持っていけると思うんですよ。ただ、まあ、サイコカッターが全くダメージにならないのと、なかなかちょっと厳しいかなって感じはありますね。で、相手が、月光が投げてきたので、まあ、クレセリア投げてったんですけれども、まあ、シールド駆使しながらやられると、まあ、結構ゴリゴリ削られちゃうんで、まあ、ちょっと雲行き怪しくなってきたんですが、でも、まあ、なんとかなるかな。最後はなんやかんや、なんか、ギラティナがドラゴンクローでゴリゴリやってくれそうな気がしないでもないですね。一応貯めたんで、うん。シールドはね、この草結びで剥がしていけるんで、なのでまあ、なんとかなるかな。ただ相手一発なら草結び食らえるんですよね。うん。食らった上で、サイコカッターと、あとシャドウクロはね、そんなにダメージ入らないんで、アークタイプ入ってるんで、ちょっと厳しいかな。うん。まあでも、まあ、そうですね。まあ、このギラティナに頼るしかないかな。クレセリア多分3発目の筋切り耐えてくれると思うので、うん、なのでまあ、それでやるしかないのかなと思います。だけどまあ、ここで、草結びを打っていって、まあ、これでシールド持っていけるんですけれども、この後、あ、でも貼ってこなかったですね。どうなんだろう、これ。ここで起点作って、ギラティナを辻切り2発で倒すみたいな、そんな感じなのかな。でも、ドラゴンクロー2発打ってるんじゃないかな、これ。なんかギリギリドラゴンクロー2発打ってそうな気がしますね。うん。だけでね、相手がちょっと調整してきたのか。で、まあ、ドラゴンクロー2発溜まったんで、これはいけましたね。うん。まあ、初手が圧倒的なね、出しがちだったんですけれども、月光が一匹にね、もう半壊させられちゃいましたよね。このポケモン本当ね、シールド持ってると強いんで、うん。まあ、厄介なポケモンであったんですけれども、あと、私のパーティー自体がね、月光がね、3匹ともね、そんなに生きてないんで、うん。きつかったんですが、まあ、なんとか勝ちきれましたね。対戦ありがとうございました。うん、このパーティーはね、硬いポケモンが揃ってるんですけれども、唯一と言っていいか、まあ、月光河がとにかく苦手で、あとは、まあ、唯一ではないですけれども、アークタイプでですね、まあ、そこら辺が苦手なんで、まあ、ちょっとね、やられちゃってそうになったんですけれども、なんとかなりましたね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、何だったっけ、愚足武者。うん。で、どうだったんだろう、愚足武者相手に、ハガネールいけてたのかな。
ちょっとわかんないんで、まあ、ギラテナに引いていったんですけど、それをレッグーザで追っかけてきたんですが、これいけそうですね。普通にあれなんじゃないですか。結構削れますし、ここで、なんだ、こいつ、レッグーザ引きずり出せたってことは、ハガネールで、まあ、ガンガン押せるはずなんで、まあ、それでいけるんじゃないですかね。だけど、ドラゴンコール2発目を打っていって、まあ、これはもう張ってこないんじゃないかな。うん、シールドあれですもんね、使いたくないはずなんで、まあ、張ってこないと思うんですけれども、うん。まあ、この後はあれですかね、ハガネールでガン起点していって、まあ、やっていけば、まあ、普通にあれかな、まあ、愚足武者も処理できるんじゃないかな。で、相手の技はワイドブレーカーね、なんだ、こちらを攻撃下げてくるんですけれども、うん、まあ、でも、ね、効かない技なんで、うん、なんとかなると思います。で、相手って原子の力と、あとはなんだ、まあ、その、あとはあれか、空技じゃなくて飛行技か、ぐらいしか打てないはずなんで、まあ、剥がれるには打点なくて、で、ここでは愚足武者が戻ってくるんじゃないかな。なんだ、今ちゃんとよく見えなかったんですけれども、まあ、とりあえずドラゴンテールじゃないや、ワイドブレーカー入れて攻撃力をダウンさせて、まあ、そこから戦っていこうと思うんですが、やっぱ愚足武者でしたね。まあ、こいつ相手にはクリスリアちょっと不利ではあったんですけれども、まあ、でも、あれっすね、攻撃力下がったんで投げていったんですが、まあ、最後欲張りすということで、まあ、ちょっとめんどくさいの出てきたんですけれども、まあ、でも、あれっすね、逆にここで欲張りすが見えたのは大きかったですね。欲張りす相手に、ハガネルはだいぶ強気に出ていけるんで、クレセリアがね、かなり削ってくれた後の、なんだ、あいつ、欲張りすを起点にして、うん、で、まあ、愚足武者を倒していくみたいな形でなんとかなるかなと思います。まあ、なんとなく勝てそうな雰囲気ありますね、この感じだったら。まあ、この対面自体はね、あんまりね、強気に出る対面ではないんですが、まあでもなんだ、この、なんだ、欲張りすさえ削ってしまえば、なんとかなると思うので、うん、まあ悪くはないんじゃないかなと思います。だけど、ムーホスを打っていって、相手がシールを貼ってくるか貼ってこないかなんですけれども、貼ってきてもおかしくないですね。ポケモン2匹残して戦いたいって気持ちもあると思うので、うん、どうだろうな。まあでもまだやられないか貼ってこないか。で、噛み砕いてくるんですが、こちらもやられないんで貼らないんですけれども、まあさっき言ったように、ハガネールにね、託していって、まあなんとかなるんじゃないかなと思います。この後、ムーホス間に合うかな。先に打たれちゃうかな。どうなんだろう。まあ、草結びでもいいから打っていく感じかな。そうですね。草結びでもいいから打ったって感じですかね。で、これ打って、まあ、倒せたら、ハガネールに投げていきますし、倒せなかったら、そのまま突っ込むかな。あ、倒せましたね。で、ハガネールを投げていって、で、相手が技を打ってくるんですけれども、まあ、多分ブラフなんですけれども、貼らないといけないから、アクアブレーキ一発目が一番重いんで、なのでね、まあ、貼っていって、で、あれですね、なんだ。ワイドブレーカーで、相手の攻撃力を落としていくんですけれども、その後だよな、問題は。まあ、アクアブレーカー絶対覚えてるはずなんで、うん。なので、まあでも一発目に貼るかな。うん、次の一発目に貼っていくのが一番、攻撃が、攻撃力が高い状況なんで、まあ、貼っていくんですけれども、まあ、それでもこの後相手の、と同発ぐらいになっちゃうかな。ちょっとさっきの技の回数覚えてないんで、貼らなかったっすね。ここ貼らないんだ。なるほど。まあ、やられるときに貼るって感じか。ちょっとね、なかなかね、難しいタイミングにはなってきましたね。で、まあ、ここらで貼っておかないとまずいので貼っていって、で、こちらはね、まあ、ワイドブレーカー打っていくんですけれども、どうなら、ワイドブレーカー打つのかな？サイコハング打つのかな？サイコハング打ちましたね。もうここまで来たら相手の攻撃力下げても仕方ないってことですね。耐久力を下げて、倒す方を優先したって感じだと思います。というわけで、サイコハングを打っていって、で、相手がシールを貼ってきたんですけれども、交代系できるかな？でもクレセリア投げていきましたね。で、まあ、交代系までにはいかなかったんですけれども、相手がね、勢いを持って技打ってきてくれたんで、これラッキーでしたね。で、まあ、これで、なんだ、相手のゲージがなくなるので、ギリギリサイコハングが間に合って勝ちかな。あ、ドラゴンテールで勝ちでしたね。対戦ありがとうございました。最後はドラゴンテールじゃない、サイコファングがね、いい感じで機能してくれましたね。あれサイコファング入れてたおかげで、まあ、倒しきれたと思うので、うん、まあ、良かったんじゃないかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、マルルがですね、まあ、この対面は有利なんで、まあ、そのまま突っ込んでいくんですけれども、まあ、どんどん攻撃力を落としてね、戦っていけば相手がどんどん自力になってくるので、まあ、それでね、勝負できるかなと思います。で、まあ、シールド貼る必要ないですね。別に貼らなくても、まあ、勝てるんで、まあ、相手が貼って、突っ張ってくるようだったらこっちもなんか、貼っていって、まあ、タイミングをキープしていくって形でいいのかなと思うんですけれども、まあ、相手もそれはやってこないでしょうね。うん。で、まあ、一発目がね、一番火力あるんですが、まあ、それでもこちらを倒すには至らないんで、うん、なのでね、まあ、普通にね、まあ、受けていって、二発目も受けちゃっていいですね。まあ、どんどん相手の攻撃が落ちてくるんで、まあ、これなんすかね、なんだ、
雪なられ、ウェザーボールか。ウェザーボールのダメージが落ちるだけじゃなくて、粉雪のダメージも落ちるんで、なので、まあ、最終的にあれなんですよね。なんだ、こちらに与えるダメージがどんどん減っていくんで、相手の方がどんどん自利品になってくるんですよね。うん、で、まあ、2発目のワイドブレーキを入れたら、ここから先はあれですね、サイコハングでやっていっていいと思います。もうこれ以上攻撃下げても、まあ、そんなに変わらないんで、うん、サイコハングで耐久力を下げて、で、まあ、倒しにかかって、ゲージを貯めた状態で裏を迎え撃つっていう風にね、やっていくのが、まあ、個人的にはこれ丸いのかなと思ってるんですけれども、うん。まあこんな感じでね、もうダメージ全然入んないんで、もうここから下げは別に下げる必要なくて、まあサイコファングを入れてしまったら相手は耐久力が落ちて自利品になるので、まあ押せますね。うん。で、この後相手が変えてくるかどうかなんですけれども、まあそれは突っ込んできましたね。まあそれならそれで OK で、こちらはドラゴンテールだけで持っていけるかな。うん、まあできればドラゴンテールだけで持っていきたいんですけれども、まあこのダメージ感覚だったらもう一発食らってもやられないんで、うん、まあ押しちゃっていいのかな、ドラゴンテールだけで。で、相手がウェザーボール打ってくるんですけれども、まあ受けられるんで受けてしまって、今のあれで倒せてるかな、どうなんだろう。まあ、倒せてなかったとしても次の一発で倒せるので、まあ、倒していって、で、ゲージを貯めた状態で裏向かつって感じですね。で、どっち打っていくかなんですが、まあ、当然、ハガレーヌに強いポケモンが出てくるかなと思ったんですけれども、どうだろう、なんかリザードっぽいような気がするんですけれども、あ、エアームとか、これなんか逆に嫌ですね。なんか起点作られちゃいますもんね、で、まあ、ここにはギラティナを投げていって、相手が最後投げて、フワライドということで、これきついな、どうしようかな。まあ、でもフワライドはもうドラゴンクローでやっちゃっていいかな。そうっすね。多分影打ちだったら張ってくると思うので、まあ、ドラゴンクロー打っていって、で、途中でクリスレイヤーを投げていく感じか。まあ、相手に技を打たせてからかな。技を打たせて、まあ、多分焦げる風打ってるはずなんで、なので、まあ、そうですね。まあ、シルロスレイスでいって、ゲージを吐かせてからクリスリアを投げていくって感じですかね。で、まあ、このタイミングはね、まあ、当然、こっちが不利じゃないですか。うん。まあ、不利なんですけれども、こいつさえ削ってしまえば、多分なんとかなるかな。エアームドは、まあ、言うて、まあ、ハイパーリーグ向けのポケモンではない。まあ、強いは強いんですけどね。まあ、どちらかといえば、まあ、無理してるというか、まあ、無理してる。ポケモンなんで、CP 足りてないんでね、無理してるポケモンなんで。なので、まあ、ギラティナで対処するって感じの方が、まあ、いいのかなと思います。で、相手もね、まあ、技受けれますよね。で、まあ、その突っ込んでいって、まあ、草結びでもいいので打っていかないと、まあ、次の技打たれちゃうんでね、まあ、打っていったんですけれども、まあ、張ってこないでしょうね、数えてる人だったら冷静に。まあ、張ってきましたね。これラッキーでしたね。で、相手は起点作りに来るのか、まあ、これはでも張るわけにはいかないんで、まあ、これは受けていくんですけれども、シャドーボールだったら耐えられないですよね。で、まあ、受けてしまって、で、ドラゴンクロー打てるから先に。あ、打てそうですね。これ先打てたの大きくて、まあ、これ打てるのであれば、多分この一撃でフワライダー落ちるんで、まあ、あとは相手のエアームの勝負になるんですけれども、どうだろうな、ちょっと起点作って下がっているので、ゴッドバードがどれぐらい入るかで、まあ、様子を見ていきたいところなんですけれども、まあ、3分の1は入んないと思うんですよ。どうだろう？エアムドって耐久寄りのポケモンだったっけ？ちょっとちゃんと覚えてないんですが、とりあえず受けてみて、まあ、この感じだと、どれエアスラ込みでもう一発食らえるかな？微妙なラインになってきたな。ちょっと微妙なラインなんですが、まあ、でも食らえそうな気はしますね。なので、まあ、でも、まあ、ゴッドバード打つかとは限らないですもんね。ブレイバード打ってくる可能性も全然あるんで、ちょっと不安ではありますね。これブレイバードだったら多分耐えないと思うんですよ。さっきのダメージ価格だと。まあ、ゴッドバードは耐えるけど、ブレイバードは耐えないと思うので、まあ、シルル張らざるを得ないかな、これ。なんか張らざるを得なさそうですね。次技打ってくるようであれば。あ、でも打ってこなかったか。諦めましたね。大変ありがとうございました。なんかこのパーティーにしてから、エアームドに、ね、結構当たるようになったんですよ。2回か3回ぐらい当たったかな。そんなに見るポケモンじゃないじゃないですか。誰か紹介してたのかな。何に強いんだ、エアームドって。まあ、ちょっとわかんないですね。で、まあ次の対戦なんですが、相手がグライオンですね。まあこの対面は、まあ、どうだか出しがちって言っていいのかな。自信食らわなければ良さそうなんですけれども、まあ、とりあえずワイドブレーカー打っていって、まあ、相手の攻撃力を下げていって、まあ、様子を見たいところなんですが、どうだろうな。もうこのブラック勝負嫌ですよね。まあ、でも、まあ、相手が自信まで貯めてるようだったら張ろうかな。攻撃力、まあ、下げたとはいえ、まあ、痛そうですしね。一発目が一番痛いんで、まあ、これは張ってったんですけれども、まあ、自信打ってきてくれてよかったですね。まあ、これだったらあれかな。二発目の自信は食らえるようになるんじゃないかな。ワイドブレーカーで攻撃力2段階落ちるんで。まあ、そうであればね、全然いけるかなと思います。とはいえ、まあ、半分ぐらい入りそうな気はしないでもないんですけれども、ただその後の翼で打つがね、まあ、大したダメージソースにならないんで、受けちゃってもいい気はするんですけれども、とはいえ、なんか受けるのも嫌だな。クレセリア投げていきますね、交代受けで。まあ、これ多分自信打ってると思うんですよ。
で、まあ、クリスエリア投げたのにやる理由があって、まあ、攻撃力2段階落ちてるじゃないですか。まあ、仮に筋切りだとしてもね、全然効かないんでね、まあ、クリスエリア投げていったんですが、で、この後なんですが、相手はこちらの技のタイミングでグライオン、溜め引きするはずなんで、まあ、技を打たずにね、まあ、様子見るんですけれども、案の定引いていきましたね。で、出てきたのがクリスエリアということで、まあ、そこにはムフォースを打っていくんですけれども、まあ、こっちの方が削られてるんで、若干不利な感じではあるんですが、まあ、どうだろうな。うん、まあ、そうはいえゲージは溜めてるんで、まあ悪くないとは思うんですけれども、うん。ここでできれば攻撃弾引きたいですよね。攻撃弾引ければかなり有利に取れるんで、うん、クリスエリアのタイミングは特にね。うん、なのでまあちょっと攻撃弾引きたいところなんですけれども、どうだろうな、引いてくれるか。なかなか引いてくんないですね。うん。で、相手もムーンフォース打ってくると思うんですけれども、まあね、これはもう当然受けちゃっていいと思うんですよ。まあシールドも、ね、1枚使っちゃってます。まあグライオンが試し引きしてる以上、なんですかね、資料を取っとかないとまずいと思うので、うん。で、今度は相手のムーンフォースを、あれですね、鋼入れて交代消したいですね。で、多分これできたと思うんですよ。うん。多分ムーンフォース打ってると思うので、なるほど、うまくできたんじゃないかなと思います。これはいい感じでね、立ち、なんですかね、交代できてますね。で、ここでドラゴンテールじゃない、ワイドブレーカー打っていって攻撃力を下げてしまえば、まあ相手のクリスレイはね、まあこちらに取る技ほとんどないので、まあ下げるしかないと思うんですけれども、まあどうですかね、グライオン出てくるのかな、あ、出てきましたね。で、まあ、これ、どうしようかな、貼っていこうかな。どうしよう、自信、あ、受けましたね。で、ブラフだったんで、これはラッキーでしたね。自信まで貯めてたのかな、ちょっと技の回数しっかり数えてなかったんですけれども、まあ、良かったですね。で、まあ、ウェイドブレーカーって言って、これ貼らなければ飛ぶんじゃないかな。貼ってくるのかな、どうするんだろう。あ、貼ってきましたね。ということは、自信打ちたい人なのかな。じゃあ、次は貼っていこうかな。うん、次は張っていって、で、クリスエリアと鋼のタイミングは有利ですし、うん、まあ、こちらまだ3タイミング見せてないんで、なのでこれ張ってしまって OK ですね。これはもう完璧にあれですね、たまたまですけど、まあ、運よく相手のね、ブラフに張らずに本命に全部張ることができたんで、かなり良かったんじゃないかなと思います。で、まあ、ここにクリスエリア投げられないと思うので3匹目が見れると思うんですけれども、出てきたのが、あれでしたね、ビリジオンということで、ちょっとなんかラグいっすね。うん。まあ、ビリジオン相手には、ギラティナが圧倒してるんで、あとは、まあ、ギラティナ途中で投げてくっていうか、まあ、鋼やられたら投げてくことになるんですけれども、クリスエリアがね、奇襲狙ってくるはずなんですよ。こちらもシールド残ってないんで、奇襲でね、ムーンフォース当てに来るはずなんで、まあ、それをしっかり見越してクリスエリアが交代化するって感じですかね。うん。まあ、それさえ注意していれば、ビリジオンはギラティナの敵じゃないんで、そこだけ様子を見ていこうかなと思います。で、出してきたので、まあ、クリスエリア投げていって、あ、相手諦めましたね。対戦ありがとうございました。今のバトラー、まあ相手のブラフもね、全部見破ることもできて、で、交代受けも全部できたんで、そこがかなり優勢に運べたバトルでしたね。で、まあ次の対戦なんですが、相手が、なんだったっけ、これカプレヒレですね。まあ出し負けてるのがギラティナ投げていったんですけれども、まあこのタイミング自体はね、まあ勘というかもう五分ですよね。ムーンフォースを食らわなければ OK っていう、まあそんなね、対面なんで、うん、なので、まあ、まあ、クリスエリア投げたらね、まあ、絶対クリスエリア対策してるはずなんで、まあ、ギラティナでお茶を逃がしたって感じなんですけれども、相手が引いていきましたね。で、引き先がリザードンということで、これ悪くないんじゃないかな。原子を匂わせてね、ドラゴンクルーを打っていこうと思うんですけれども、まあ、そうすることで、まあ、シールド貼ってくれるはずなんで、うん、まあ、それで勝負していこうかなと思います。だけど、まあ、貯めさせてもらってから、まあ、ドラゴンクルーを打っていったんですけれども、これは貼ってくるんじゃないかな。現地からだと一撃であれですもんね。瀕死ですもんね。うん。なので、あ、貼ってこないんだ。そうか。まあでも OK でしょう。こちらはまだドラゴンクロー食らえるんで、まあ様子見ながらね、技を打っていくんですが、まあ対面はどうしようかな。まあできれば取りたいなと思ってるんですけれども、どうするんだろう。シールドこっち使っていくのか。どうするんだろうな。まあ正直ちょっと覚えてないんですけれども、まあ相手がここでドラゴンクロー打ってくるので、まあこれ食らってもまだ耐えるかな。あ、でも貼りましたね。対面取りに行く感じか。うん。まあでもそれでもいいのかな。うん。で、まあドラゴンクロー打っていって相手がシールド張ってくるか張ってこないかなんですけれども、どっちで来るんだろう。まあ張ってくるようだったら、ちょっと考えちゃうんですが、張ってきましたね。ただこれドラゴンクロー耐えないか、これは。この HP になっちゃったら。どうしようかな。タイミング取りに行くのかな。受けんのかな。なんか受けそうな気しますね。あ、張りましたね。うん。張ってくのか。どうだったんだろう、これ。うん。で、相手がここで、まあ、レヒリ投げてきて、まあ、とどめを刺しに来るんですけれども、まあ、ここではもうクリスエリア合わせるしかないですよね。うん。で、あ、でも波乗りなんだ。それちょっと甘い動きしましたね。っていうか、溜まってなかったのかな。
うん、どうだったんだろう。で、まあ、クレセリア投げていって、で、ここでちょっと起点作り気味はやらないと、リザードンがちょっと溜めてるんで、うん、まあ、そこはちょっと意識しながらやりたいですね。まあ、あとは裏のポケモンもね、見なきゃいけないんで、うん、なので、あれですね、まあ、起点作りながらやっていくんですが、うん、まあ、ハガネールがね、通ってるかどうかですよね。まあ、月光河とか行ったらちょっと目も当てられないんですが、まあ、とりあえずね、ゲージをね、満帆というか、まあ、溜めさせてもらって、うん、で、相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、受けてきましたね。で、受けてきて、で、あとは、まあ、リザードンだったとしても草結びって倒せるんじゃないかな。それでシール剥がせるような気がするんですけれども、まあ、出てきたのが、あいつか、何だったっけ、ビリジオンか。ちょっと嫌ですね。まあ、ムーンホース2発は打てるかな、やられる前に。うん。なので、まあ、それで、なんとかするしかないのかなって感じはあるんですけれども、あ、相手諦めましたね。対戦ありがとうございました。うん、最後のバトルはどうだったんですかね。相手諦めなくてもなんとかなりそうな気がしたんですけどね。ビリジオンでクレセリアを、まあ、倒すに。まあ、でもそこで技いっぱい使って、まあ、シールド剥がされて、うん、で、まあ、ギラティナこっち瀕死なんで、まあ、ハガネイルはビリジオンの敵じゃないんで、まだワンチャンあったと思うんですけどね。リザードをうまく駆使すれば。うん、どうだったんだろう。うん、まあ、でもね、まあ、勝てたんで、まあ、それはそれで、まあ、良かったんじゃないかなと思います。で、まぁ、今回のパーティーのコンセプトとしては、まぁ、とにかく硬いポケモンですね。まぁ、ハガネールが強化されたんで、ワイドブレーカーを覚えて、相手の、ね、攻撃力を落とすことができるようになったんで、まぁ、それも踏まえてね、また、耐えながら戦うっていうようなパーティーちょっと組んでみたんですけれども、まぁ、割とね、良かったですね。うん。まぁ、めちゃめちゃ勝てたって感じではないんですけれども、まぁ、レートプラス100ぐらいな、そんな感じのパーティーでしたね。うん。で、まぁ、このパーティーの特徴としては、やっぱり、ハガネールをうまく使うこと。まあ、こいつで、なんだろうな、ワイドブレーカーで相手の攻撃力を下げたり、サイコファングで相手の防御力を下げるっていう、まあ、この二つをうまく駆使しながら、まあ、こちらのね、まあ、実質的な耐久力を上げていって、あとは攻撃力を上げていって、で、まあ、なんとか戦っていくっていうような、まあ、そんなコンセプトで、まあ、そうすることによって、TOD とかね、狙いやすくなるので、まあ、結構ね、こちらの火力がそんな高くないポケモンたちが揃ってるので、まあ、時間かかるね、バトルが多くなるんですけれども、まあ、でもなんだろうな、その分ね、しっかり受けながら戦えるポケモンたちが揃っているおかげで、うん、まあ割とね、なんだろうな、戦いやすかったですね。うまく交代を駆使しながら、シールを駆使しながら、まあ、やっていけば、まあ、3匹とも生かした状態でライトを倒すとか、そんなこともできなくはないので、うん、まあ、そこはね、なんですかね、割とうまくいったかなって感じはありましたね。うん、で、まあ、パーティー全体としては、まあ、月光河がとにかく、まあ、一番重いかなって感じはありますね。まあ、初手の月光河が一番、うん、まあ、初手の月光河は処理しやすいんですけども、裏から隠れてシールダードを持った状態で出てくる月光河が本当にしんどくて、まあ、クレセリアとかね、まあ、ギラティナがゴリゴリ削られるじゃないですか。で、こっちの通常技のダメージが入らないっていうのがね、まあ、割と痛いんですよね。通常技のダメージが入ってれば、まあ、月光河って、まあ、そんな耐久力ないポケモンなんで、まあ、削れるんですけれども、まあ、そうじゃないとシールドを使われてしまうとね、ゲージ技で削ることができなくなってしまって、通常技で削り入れることが難しいので、なので、まあ、そこがちょっと厳しかったかなって印象はありましたね。うん、まあ、月光河ね、まあ、流行ってるっていうか、まあ、強いじゃないですか。まあ、割と言いますもんね。うん、なので、まあ、そこだけは注意が必要なんですけれども、うん、まあ、でも、まあ、そう言ってもね、まあ、別に勝てなくはないので、なので、まあ、そこは、なんか、まあ、相手の動き次第でもあるんですけれども、まあ、臨機応変に対応していけば、うん、まあ、なんとかなるかなって感じではありましたね。うん、あとは、そうだな、うん、まあ、うん、多分このパーティーに関して言えば、相手の技ゲージの管理とか、うん、あとは、なんだろうな、交代受けとか、こっちのゲージの管理とかをうまくできる人が使ったら、多分めちゃめちゃ強いパーティーだと思うんですよ。うん。そこら辺ザルじゃなければね。まあ、私結構ザルなんで、うん。なのでそこをしっかり完璧に把握している人だったら、まあ、ここで受けたりとか、ここでかわしたりとか、うん。まあ、そうすることによって、まあ、勝つこともでき、倒しきることもできますし、まあ、時間切れもね、狙っていけると思うので、うん。まあ、同発狙うとか、まあ、いろいろ、まあ、あると思うんですけれども、うん。まあ、そこをうまくやっていくと、うん。多分ね、もっとね、うまく扱えるんじゃないかなって思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。